ワールウィンド、ワールウィンド、ホワールウィンド、原義は、つむじ風とは、マサチューセッツ工科大学、MIT で開発されたコンピュータである。リアルタイム処理を念頭に置いた、世界初のコンピュータであり、出力機器として、世界初のモニター端末を使い、従来の機械システムの電子的置換ではない初めてのシステムと言われている。その開発は、直接的には、 アメリカ空軍の政治システムに受け継がれ、間接的には1960年代の商用コンピューターに影響を及ぼした。第二次世界大戦中、アメリカ海軍は MIT に爆撃機の乗組員を訓練するためのフライトシミュレーターを制御するコンピューターの開発が可能か打診した。彼らが想定していたのは、パイロットの操作に基づいて、軽基板の表示を 継続的にシミュレートするという単純なコンピュータであった。従来のリンクトレーナーとは異なり、彼らの想定したシステムは空気力学的モデルに基づいた実物に限りなく近いものであり、様々な航空機の訓練に使えるものだったのである。MIT サーボ気候研究室はそのようなシステムは開発可能であるとの結論に至った。それを受けて海軍は プロジェクトワールウィンドの名前で資金提供を決定し、プロジェクトの責任者として J. フォレスターが選任された。彼らは即座に大型のアナログコンピュータを開発したが、それは正確さに欠け柔軟性に乏しかった。その問題を解決するにはさらに大型のシステムが必要だったが、それは到底製造可能とは考えられなかった。1945年。 MIT のチームの一員であったゼリー・クローフォードはエニアックのデモンストレーションを見てデジタル式コンピュータが解決策となるかもしれないと示唆したデジタル式であれば部品を追加する代わりにプログラムを追加すればシミュレーションの正確性を向上させることができるためであった当時の認識ではコンピュータは十分に高速でありどんな複雑なシミュレーションでも理論的には 可能と思われた。当時のコンピュータは一度に一つのタスクを実行するバッチ処理用に開発されていた。入力データが事前に用意され、コンピュータがそれを使って計算を行い、結果を出力する。しかし、これではワールウィンドシステムには不十分である。ワールウィンドでは時々刻々と変化する入力に対して連続的に計算を行う必要があった。 速度が最も大きな問題となった。一般のシステムでは計算結果がプリントアウトされるのをじっと待っているのが普通だったが、ワールウィンドでは速度が遅いとシミュレーションできる複雑さが極に制限されてしまう。1947年、ホレスターとエヴァレットは高速なプログラム内蔵式コンピュータの設計を完了した。当時の多くのコンピュータは ビット直列式で動作していた。これは1ビットの演算を繰り返し実行することで、ワード長分の処理を行う方式で、ワード長は48ビットとか60ビットと長かった。しかしこの方式は彼らの用途には、性能が悪すぎたので、ワールウィンドは16ビットを並列に処理する演算回路を備え、ワード長も16ビットとして、サイクルごとにビット並列式で演算が行えた。 メモリの速度を無視すればワールウィンドは当時の他のコンピュータの16倍の高速性を誇っていた。現在ではほとんどのコンピュータはこの方式を採用していて、さらに32ビットや64ビットのワードを一度に処理するようになっている。ワード帳はちょっとした考慮の上で決定された。マシンは命令ごとに一つのメモリアドレスを指定されて動作する。 二つのオペランドに対する演算をする場合、例えば加算をする場合、もう一方のオペランドは直前の命令のオペランドを使用するものとされた。したがって、ワールウィンドのプログラムは逆ポーランド気法の電卓に似ている。ただし、オペランドのスタックがあるわけではないが、設計者は最低でも2000ワード分のメモリが必要で、あると考え、アドレスのビット幅を11ビットとし、 さらに16から32種類の命令を識別するための命令コード用の5ビットを加えてワード帳を16ビットとしたのである。ジョン・ホンノイマンはこのワード帳の小ささを聞いてワールウィンドに興味を持たなかったという彼の興味は科学技術計算にあり精度を上げるためにワード帳が長くなければならなかった。マシンの建造は翌年から開始された。これには175人。 うち70人が技術者が関わっている。ワールウィンドは完成までに3年を費やし、1951年4月20日に動作した。当初海軍のフライトシミュレータ向けだったものが、完成時には空軍の政治向けになっていた。プロジェクトは毎年100万ドルを消費し、海軍はすでに興味を失っていたのである。一方空軍では冷戦の勃発、 航空機のジェット化による高速化、また特にソ連の原子爆弾管制により、可能な限り迅速に未確認機の発見と溶撃管制、敵の進行であれば即座に撃墜できる体制を制えることが喫緊の急務であり、自動化された機械の助けなくしてジェット機による核攻撃を防ぐことは不可能であった。このためワールウィンドを彼らのプロジェクトに組み込んだ結果であった。 当初の速度は非常に遅く20キップス実用にはほど遠かった。トラブルの原因のほとんどは主記憶装置としてウィリアムス管を使っていたためである。フォレスターはこれを改善する技術を探し、螺旋状の磁気テープなどを試したが最終的に磁気コアメモリにたどり着いた。これによって性能は約2倍40キップスとなった1953年。 加算は49マイクロ秒、乗算は61マイクロ秒かかっていた、次期コアメモリを使う前の値。次期コアメモリを実装することで、ワールウィンドは当時の世界最高速コンピュータとなった。加算時間は8マイクロ秒、乗算時間は25.5マイクロ秒、乗算は57マイクロ秒。ただし、メモリアクセス時間を除くとなった。 次期ドラムメモリでは8500マイクロ秒だった。アクセス時間が次期コアメモリでは8マイクロ秒に改善されいる。この高速化によって、政治で十分使える性能となり、ア a イ KS9-7 という量産機を製造して使用する段階となった。当時、RCA が有力だったが、IBM がその製造業者に選ばれた。 IBM は後にこのシステムで培われたリアルタイム技術をサーブルシステム、航空機のチケット予約システムで商用化している。案、イ s q 7の製造は1957年に開始され、同時に建物や送電施設や通信ネットワークが政治システムのために建設された。ワールウィンド E は1959年6月30日まで政治において サポート役を果たした。その後1970年代後半までプロジェクトメンバーのビル・ウォルフが年1ドルでマシンを借りていた。その後計ウォルセンがこれを買い取って一時的に所有していたがスミソニアン博物館に寄贈した。ワールウィンドは約5000本の真空管で構成されていた。そのデザインをそのままトランジスタ化する作業が ケンオルセンによって行われており、TX-0 として知られている。これが成功を収めたので、さらに大規模化した TX-1 が計画された。しかしこのプロジェクトは野心的すぎたため、規模を縮小して TX-2 が完成した。これもトラブルが多いマシンであったが、オルセンは途中でプロジェクトを抜けて、デジタルイクイップメントコーポレーション社 DEG を設立。 DEG の PDP-1 は TX-0 と TX-2 のコンセプトを集めて、より小さなマシンに仕立てたものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。